ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画です。ワンホビーギャラリー2022オータム展示で、グッドスマイルカンパニーさんでスパイファミリーアーニャ&夜になります。よかったら見ていってください。はい、ということで、まあ出ないわけない、スパイファミリーのフィギュアがまあ、じわじわ増えてきましたよね。でついにグスマさんから登場となったわけですが、さすが美少女フィギュア攻めですね。アーニャ夜のセットで立体化になりました。まあでもアーニャってフィギュア化難しいですよね。小さすぎて単体で出てしまうとスケールフィギュアって言ってもかなり小ぶりなサイズになってしまうので、まあおまけって言っては失礼なんですけども、やっぱりこういった立体化の方がボリュームもありますし良さそうではありますよね。最高の組み合わせかと思います。でちなみに大きさこれ7分の1スケールだそうです。で本当個人的にはめちゃくちゃ好みですね。お二人ともアニメのイメージすっごいよく出てるんじゃないかと思います。で夜さんのセーターの編み編み造形ですとか椅子の材質感とかも本当リアルで、もうお顔だけでなくですね、全体が本当素晴らしいフィギュアだったと思います。まあそれもそのはず、これ原型がジャレルさん、彩色エコシさんってなってたので、なんかもう価値格フィギュアみたいな感じじゃないですかね。でしかもやっぱりグッスマさん強いですよね。これ定価2万5000円なんですが、まあ一般流通なので割引聞いて、これ安いと2万円とかで買えちゃうんですよね。7分の1が1体シンプルめで3万円前後なんて雰囲気が出始めてきましたが、2体セット、まあアーニャは小さめですけど椅子とかまでついてこのボリュームで2万円っていうのは、破格なんじゃないかと思います。これは欲しいですね。まあそんなわけで購入したいと思ってます。まあでも先は長そうですね。2024年2月発売予定とのことです。まあさらに延期とかもあるかもしれませんからね。その頃スパイファミリーという作品の盛り上がり具合っていうのはどうなってるかもやっぱり気にはなるんですけどね。アーニャ流行ったよねみたいになる時期かもしれませんが、個人的にはもう全然旬とかそういうのは関係ないので、スパイファミリーの高品質なフィギュアが出るってだけでもう買いなんですけどね。まあそんなわけでかなり先ではありますが楽しみに待ちたいと思います。で難しいとは思いますが、隣に飾れる父が出てくれると嬉しいんですけどね。まあ厳しいとは思いますが淡い期待を抱いて過ごしていきたいと思います。はい、では以上になります。今回はグスマさんでスパイファミリーアーニャ&夜フィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。